音合わせだけお願いします。はい、ほやーほやー耳が痛い、耳が痛い、そう、まあ外しとけ、まあ声拾っとんだったらあと途中で定期的にやるでしょ、ほやーちゃんと言うやつ。最近さ、お前らとあんま撮らんじゃん。はい、いやこいつらと撮るじゃん。じゃつまらんもんな。まあ、しまらんが一番楽しいわ。はい、お前締めとってもあのつまらんわ、壊れちゃいそうだね。壊れそうそう。やっぱ、はよ、凶暴なジャイアンは、強いおもちゃや、超合金のおもちゃじゃないとテンション上がんねえんだよ。壊れちゃうから。いや、今日、ショーに聞きたいのはさ、はい、新しい子が何やったら2人また決まってるだろう、あと2人。今は2人入って、もう少しでもう1人ですよ。1人だ、はい。そいつまた良さそうだよな。結構いいですね、感じが。もともと1人親方かなんかで、ね、トラック持ちだったんだろう、はい。そうです。トラック持ちで一人親方で、もうぜひね、あのトラック持ち一人親方なんかめっちゃ欲しいな。欲しいですね。で、まあ、実習生うちから、まあ、一緒にこっちで行くのもいいし、まあ、逆に例えば、まあ、最低限は社会保険とあれ入って社員になって、はい、うん、で実習生、あの実習生って基本的にはあの指導員と一緒にしか現場行けないから、現場請け負いの雇いでもいいけどな。それでも全然そうっすね、いくらで、まあ、結構、はい、まあ、安いことで逆に受け負うのが多分余ると思うけどな。まあ平均すごいな、はい、でだって組原でだいたい6万とかだろ。そうですね、うん、ちょっと合わんかなと思って、もうちょっとやっても、まあ、大きい物件さんもちょっとやってもいいな。大きいの多いしな。そうですね、大きいのやったらちょっと余るかなと。余るかな、はい、うん、まあ、そんな感じだで、足場はね、今どんどん今人が来てくれてるんで、逆に協力業者 2,3 人でやっとるとかで、まあ、予想入っとるけど空いた時だけ来たいとか、まあ、そういうの来てほしいな、ぜひ。そうですね、もう常駐でもいいんで、うん、ずっと入っといてほしいです。堀川そこ堀川25歳彼は7年間の時を経て、これ奥さんの件で見たんですか。テラがお前テラ担当だったけど、お前テラいねえもん、お前つまんやつばっかりだ、俺全部やらなあかんよ、俺真面目なかっこいい役もやらなあかんし、今クールタイプばっかりだろ、運転道場足場はんな。そんなこと言って今日の質問がまだ言ってなかったな。そう、まあ、実はですね、まあちょうど寺道が辞めて、はい、10ヶ月、はい、そうですね、でまあ裏で話が進行してます、まあ、戻っておいて、でしかもまた大型元社員が戻ってきます。はい、一人ね、はい、まあ芝原の職人じゃないけど営業で実質ナンバー2だった男がまあ戻ってきますわ。1年半の時を経て、まあ、大して成長したかなと思ってこの間やってきたけど、大して成長しなかったわ。まあちょこっとつくしぐらい伸びとったけど、俺は1年にもうほんと桁のタケノコみたいな成長しようと思って、俺はあのさあ俺なんか怯えきってるから確実にこういうのを怯えとくって言うんだろ、萎縮しろって言うんだろ、入ってくれてそう、怖い、怖くはない、会ったことない存在。嘘、オフでも真面目だろ俺。真面目です、真面目。真面目だろ。案外緻密だろ。はい。思わ？細かいっていうか。でも怖いもん。すごい。俺のいいとこじゃあ3個あげてよ。いいところです。うん。ねえかよ。いいところ。俺のいいところ3つあげれる。はい。何？かっこいい。かっこいいお前。男として。お前本当にムカついた今、はい、いいたずらだろ今。いやマジですよ、かっこいい。性格が、性格もかっこいいです。目はかっこいいっす。目は一番かっこいい。目が一番かっこいい。何やこの誰が見とんじゃうくら。iPhone お前突き破って手出しろかって目こら。iPhone ガラス突き破って手出すぞこら。4D なんですよ。4D バシャン入ってヌーデーみたいな感じで手つき合って出しちゃうぞ。ほんでかっこいい、かっこいい、うん、いい、優しい。もういっぱいいっぱいだったよ。詰まってますね。あと3個出方ボコボコだぞ。お金持ち 4D お金持ち。なんか微妙に褒めてるか。お金持ち。まだ褒めとるんだ。いや、ないです。まあ、
そんなもんですよ、大体社員なんて。大体社長のいいところなんか大体出てこんもんですよ、うん、動画の中では編集がうまくやってるけど視聴者の皆さん見抜いてましたわ嘘、俺がな、あの最近みんなが萎縮しちゃってるって嫌がってるっていうのを見抜いとったら視聴者の方が。で、まあまあじゃあ今日は本当その話じゃないんだけど、まあ戻ってくるじゃん。まあまあ戻ってくるんじゃないけど、まあミッチーはまあ戻ってくるの確定したら、あいつはやっぱりやってみたい、このままって。すごい勉強になってるかな。はい。で、俺はまあ1年の猶予で、まあ、今3人って約束なんとかな。そうですね。若い人が3人になったら、まあええよって。もう一回続けるのは許してあげるわって言ったんだけど、はい。戻ってくるとしたらお前どう思う？いや僕は全然いいっすね。まあ、多分リュウジ君は多分嫌っぽいっすよね。多分リュウジは嫌だちょっとな。それなんで嫌なの？やりづらいんじゃないですかやっぱり。なんでうるせえから。じゃあ取ってリュウジ偉そうにしようもな。手なんかおらんかった瞬間から口をっかい偉そうなのがあいつ。いやそう。そんなことないっすよ。いっぱいあったら喧嘩しようかやつも。はいねこうだよ。もう口ばっかすねとか言っとくよお前。あ？やっぱりリュウジと、まあ、テラのいいとこは違うかな。そうですね。リュウジはもうきちんとしたもんなんだけどな。あ、まあそういうとこは間違うけど、まあやりづらいんかな、やっぱり。いや。まあある程度俺が決めることじゃないもんな。お前ら決めることだもんで。まあでも、ケントロウくん、カンタ、トシくんも多分全然いいと思います。リュウジだけじゃないですかね。これカットしないよ、お前。で、佐藤もいいと思います。そう。あだけど、なんか俺は一つ思ってんのは、まああいつもやってみたいってなったら、まあ常駐じゃなくてもいいもんで、応援で入れてもいいんじゃない？自分で請け負いとか、それ自分の仕事取ってきた時だけは抜けろよ。で、まあお前らと話し合いながら。どう？まあでも戻ってきたとしても、なんか現場っていう感じじゃないですよね。なんかその営業とか全部やってくれた方がいいかなと思って。なんか、あ、逆に？はい。あ、もう現場じゃなくて、管理で来てくれよって？そうですね。あ、そういうこと？はい。いや、俺早いかなと思うんだけど、結構。そうです。また調子乗るじゃん。ああ。いや、いいんだけど、別にそれはそれでいいんだけど、お前らがもう偉いんか、やっぱ処理やったり事務系やったりとか。一人はもう現場出ずにやった方が多分僕らも多分楽になるし、うん、どういうことがあるんだけど。そんなんでお前月50万60万かかるぞ経費。まあでもみっちー君は仕事取ってくるんだよ。全部今までみっちー君のお客さんじゃないですか。ああそういうことか。そうです、まあ、やってないふうに見えてあの日やってるんで。ああ、だから逆にもう営業みたいな感じで、あいつじゃあ現場やりたいのかな、何でも戻りたくないって言ったのかな。そうか。まあでも新しい子も入ってきたんで結構初対もでかなってきたろ。はい。何人今？今で40とベトナム人いたら20人ぐらいになってる。15、6ですね。15、6。はい。で外注もほぼ毎日のように使うんだろう。はい。3、4人使ってる。じゃあ女子20人ぐらい動いてるの？20手前ぐらいですね。20手前ぐらい。18区とか。そうっす。ぐらい動いてるんだ。はい。まあそうすると多分確かに管理やるよな。まあだけど管理やるとまた金かかるんだよな。だけど金運動も結構利益出とん足は。事業出てる方、一時期売り上げなんか下がったとか言ってたじゃん。復活しとる。テラの時聞こえとる。いや多分去年よりはでもいいと思います。あ、本当。ただ少ない時期もありますけど、うん、多い時なんとかカバーできろうかなって感じです。あ、そういうこと、はい、そうだな。でもケンちゃんもだったもんな。はい。ケンちゃんはまだ半年ぐらい。もう1年も経つか。いや1年も経たないです。そうだよな、はい、そう考えると3人増えとるよな。で、あの松田君だろ。はい。で、あいつだろ。岡部ですね。岡部か、はい、で、もう一人ちょっと面白そうな、ちょっとまたイケメンな感じだよな。そうですね。イケメン枠になりそうだよな。イケメン枠ですね。何俺は。え、俺は爆速のショーは何枠。変態枠ですよね。変態枠だけど、お前女はどうなったの、あれ女。いや、わかりました。なんでだってお前。いや、なんかほんとすぐ別れるな、お前。なんかめんどくさいっす。もう好き好き好きって言われ来られるって嫌なんだろ。そうですね。で、お前が好き好きがいいんだ。そうです。いいよ、お前飲みたら結構お前何でもお前言っとるやん。最近も熟女がいいっすね。熟女がいいとか言って。年上がいいの？年上がいい。なんで優しいか。いや、なんか大人だなと思うっす。目がキラッ。お前やっといい顔したよ、お前。今日熟女がいいと大人だな、やっといい顔したな。やっと動画ちょっと撮れなくある顔したぞ、お前。そうか、また別れちまったか、お前。なんでこんな動画なんだって。じゃそんなことはいいんだ、お前。足場班をどうするかだよ、お前。俺もようわからないな。どうしたいんかなと思って。なんかバラバラだもんな、意見が。まあでも戻ってきてほしいですね、僕は。みっちも。あ、戻ってきてほしい。はい。あいつあんま戻ってこなさそうにしようけど。リュウジも戻ってきてくる。しっかりなさそうにしようんだ。そうですね。まあ自分でやりたいってのもあるんだ。で、あいつもでも職長はお前やれって人だろ。はい。いいお家とだろ。まあだけど、あ、ギャーギャーうるさいもん。まあ思うようにはいかんでってことか。そうだと思います。まあお前だったらな。あれだけど、まあでもケンちゃんとかおるまでまたちょっと雰囲気も変わってきてんじゃないの、足場班も。そうですね。
ちょこちょこなんか、まあ変わってきたよな、変わってきてると思います、前より、はい、松田と、あの、松田君とあれも若い子も来たしな、はい、あれなんかもうみんな真面目だろ、はい、いろいろ喋るの、はい、な、何、月1かなんかあれ、あのミーティングやっとんの、ミーティングは毎週土曜日っす、毎週土曜日やっとんの、土曜日なんか早く帰りたくないの、持っていいの30分とかなんで、そうか、じゃあまあ8番、まあ、ミッチはまだ保留だな、まあ、一定もうあとでも2、3ヶ月だって決めなかったな、そうっすね、どうしような、悩むわ俺、みんながこうやっていろいろそれぞれ好きな勝手なこと言いやがるし、視聴者はガチャガチャ言ってくるしなあ、どんだけ練り替え道場リップサービスしようと思ったんだてめえなってなあ、まあ頑張ろうか、はい、明日からも頑張りましょう、じゃあ視聴者皆さん、まあ堀川翔が、まあ最近本当でもね急成長したな、ミッチーがおらんくなって1年の間にみるみるみんなやっぱね、今までミッチーがまあ、良くも悪くもそういう営業関係とかな、はい、いろんなこと、あの対外的なことはやっとったけど、まあ、みんながそれぞれ力を合わせて、はい、まあ、いろんな意味でまた求人もどんどん来てるしな、そうですね、うん、いい方向に行ってますので、また皆さんもぜひ塗り替え道場の足場班チャンネルか、はい、も、うん、まあちょっとそこは成長も見たいね、お前らのもう俺がいないところで撮るでまたちょっと違うじゃん、はい、うん、そういう動画をまた皆さん楽しんでてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。また見てねー。